植物の分類について確認していきます。植物は、まず、種子を作る植物と、種子を作らない植物に分かれます。で、種子を作る植物のことを種子植物って言います。まずは種子植物から確認していきます。で、その種子植物がさらに2つに分かれます。胚種が子房に包まれている被子植物と、胚種がむき出しの裸子植物に分かれます。で、この被子植物の方がさらに2つに分かれます。芽が出た時に子葉が2枚の双子葉類と、芽が出た時に子葉が1枚の単子葉類に分かれます。で、双子葉類がさらに2つに分かれます。花弁がくっついている、花びらがくっついている合弁花類と、花びらが分かれている離弁花類です。以上が、すべてここ種子植物です。で、種子を作らない植物は、2種類です。根茎葉の区別があるシダ植物と、根茎葉の区別がない苔植物。この2つを覚えるようにしてください。では、植物の分類のコツの説明をします。まず、例えば A と B っていうものがあったとして、少ない方の種類を覚えます。例えば今 B が少ないとしたら、B を覚える。そうすると、その覚えたもの以外、それ以外が全部 A って考えることができるはずです。なので、少ない方を覚えます。なので、まず、種子植物とそうじゃない植物は、そうじゃない方をまず覚えてください。特に大事なのが、犬わらび、ゼンマイ、スギナのシダ植物です。この3つ必ず覚えてください。で、苔植物は、なんとかゴケってつくから大丈夫だと思います。ゼニゴケ、スギゴケは苔植物。なので、大事なのはこの3つかな。犬わらび、ゼンマイ、スギナ。これさえ覚えてしまえば、それ以外が種子植物って考えることができるはずです。さて、じゃあ次。種子植物がさらに2つに分かれます。被子植物と裸子植物。で、少ない方を覚えます。裸子植物のところでもやったけれども、ソテツ、イチョウ、スギ、松です。この4種類。覚え方としては、鉄のことをイチョウ好きだから松だったな。ってことで、裸子植物を覚える。そしたら、それ以外が被子植物って考えることができます。で、被子植物が双子葉類、単子葉類に分かれます。で、これも少ない方、単子葉類を覚えてください。稲、露草、ユリ、チューリップ。なので、一つの覚え方としては、男子。単子葉類の男子ね。男子はいつも YouTube 見てる。そういう覚え方するといいかなって思います。ただ、単子葉類と双子葉類に関しては、葉っぱの形が違うので、平行なものと網目状。だから、平行の葉っぱを持ってるなと思ったら、単子葉類に選ぶといいかなって思います。で、最後に双子葉類が合弁花類と離弁花類に分かれます。で、合弁花類ってのはくっついてるイメージ。離弁花類は離れてるイメージです。で、人間もそうだけど、一人だとちょっと不安です。離れてると不安。だけど、みんなでいると安心できる。ってことで、合弁花類はくっついてる、そしてプラスのイメージを持ってください。タンポポ、ツツジ、朝顔。よく出るのはこの3つなんだけど、まず、ポポ、ツツ。同じものがくっついてます。同じ文字がね、くっついてる。
そして朝は一日の始まりなのでプラスのイメージです。はい。に対して利便化の方は離れてる、そしてマイナスイメージです。はい。油な桜エンドウなんだけど、危なっていうマイナスイメージ、クラクラするっていうマイナスイメージ、エンド、おしまいっていうマイナスイメージを持つものがリベンガ類の仲間です。では種子を作らない植物について説明します。はい。種子を作らない植物は胞子で仲間を増やします。はい。で、まずシダ植物、今回犬わらびの絵です。はい。まず犬わらびなんだけれども、地下にあるこの部分、これ根っこではなくて茎です。はい。地下茎って言ったりもするんだけど、根っこのように見えるけど、これが今回茎で、その上にあるものが全部、葉って、葉の部分になります。はい。で、この葉の裏側に、胞子脳ってやつがあります。で、その中に胞子が入っていて、これで仲間を増やすっていうことになっています。はい。で、シダ植物は、今言ったように、根、茎、葉のちゃんと区別があります。ある。そして、異観測もあります。はい。これがシダ植物。で、次に、苔植物。杉苔とかゼニ苔とかあるんだけど、どちらも、やっぱり、胞子の、ゼニ苔の場合、裏側に、胞子のってやつがあって、やっぱりその中にある胞子で仲間を増やします。はい。で、ネークキハーの区別がないです。ネークキハーの区別はない。そして、異観測もないです。はい。で、根のように見えるものがあるんだけれども、こっから水分とかを吸収しているわけではないです。体を地面に固定する働きがあります。これを仮の根っこってことで、花根って言います。